今回の技術のレッスンのテーマはバケットの成形です。栗原シェフの視点でバケットの成形のポイントをきっちり整理していただきます。バケットの成形でどんな違いが出てくるのか、焼き上がりの形状や味、香り、どんなに生地をうまく作っても成形で失敗するとこんなことになってしまいますということを今回は整理していきたいと思います。ではレッスンスタートです。本日はバケットの成形を集中して行っていきます。その中でやはり、成形というのはどんないい生地を作っても成形がしっかりできないといいバゲットは焼けません。ですのでこのレッスンを通してですね、上達をしていただいて、ぜひいいバゲットを焼けるようになっていただきたいなと思います。冷蔵発酵の生地では分割前の温度を気にしたりしますが、その点はどうなんでしょうか。生地温度はあんま関係なくはないけど、どれだけこう生地が、吹いてるか熟成してるかっていうとこなんで、別にその温度はその一部の要素でしかないん で、うん、あこれはそう長く細くなりすぎちゃうんで、ちょっとだけこう若干こう長くなりすぎないようにで、左右対称になるってことが大事、もう少しこう中に少し入れていく方が、真ん中が細くなっちゃう人はちょっとは中に入れてあげると、もうちょっとここら辺が今度弱すぎるから、真ん中に生地集めすぎちゃって、ここが強いんだけどこっちが逆に弱くなっちゃうから、そこはこうダメなことをいっぱいしましょう。手首柔らかく、そうで、こうやってあげることで、これがそうやってあげるとこっちが生地を持ってくる感じになるんで、張らせやすいってこと。肩に置いてたってことはこっち行くときどうなりますって、こうなっちゃう、そうなってました、だからじゃあ生地をどこ置けばいい、そうするとやっぱ口どけとかない、味の感じ方ってやっぱ変わるんです、はい、今日、バゲットの成形を集中して、レッスンしました。生地をしっかり張らせるような成形をどうやったらできるのか、体の使い方だったりとか、手の使い方ですね、そこをしっかりとポイントを押さえて、やることで新たな発見があったんじゃないかなと思います。ぜひ、バゲット、成形にチャレンジしてもらえればなと思います。